マスクドコメディアンの覆面ラジオはい、というわけで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ,パチ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 からの88「8888」ということでございますく。 さてさて、えー、本日はね、えー、3月の29日ということで、もうあと、えー、明日、あさってで、えー、3月も終わりです。えー、ということでね、えー、しあさってから4月というね、まあ、当たり前のことを言ってしまいましたけども、新年度が始まるということで、まあ、あのー、性格的なんですかね、 新年度、えー、1月とかね、えー、4月新年度始まったらなんか新しいことを始めたくなるんですよ。まあそれを機にね、えー、始めようと、新しいことを挑戦しよう。まあいいことなんですけども、いっぱいね、やりたいことをね、4月からいろいろやろうかなと、えー、Twitter、まあ、X ね、X とかでなんかやろうか、えー、インスタでなんかやろうか、YouTube でなんかやろうかとかね、いろいろね、考えてたんですけども、まああのー、ジャグリングもね、ちょっとね、全然、 中途半端な状態でで終わっっててしまってるんでちょっとそれもね皿回しとかもちょっとやっていこうかなといろいろ考えております新年度なんでねあのー、どん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 いろんなことをやって引き出しを増やすというかあのやっていこうと思ってたんですけども僕ね毎年あのー、六世戦術による水星人の運命っていうねあのー、昔細木和子さんが 出されてた今娘さんの方えー、そきかおりさんに代わったんですけどもが出されてる本をね毎年買ってたんですけどもでね、えー、4月の運気をちょっと見てみたんですけども。 運気が上向いてきていろいろと手を出したくなりますが、今月はいっぺんにたくさんのことをやろうとすると失敗につながる可能性がありますと。えー、やることを半分に減らし、少しのんびりするくらいの気持ちでいるとちょうど良さそうですといきね、<laughs> いきなりね、えー、<laughs> 止められてしまったという感じなんですけど、結構ね、僕、占いとかこう信じるんですけども、うーん、ねまあ、そうですね。 <laughs> せっかくいろいろやろうかなと思ってたんですけどちょっとなんかすんなりい,やいけなくなったっていうかまああのいっぺんにいろいろじゃなくてちょっとだけでやったらいいと思うんでねまあ全部が全部ねやらん方がいいなということになりました。えー、一旦ねえー、まああのー、半分ぐらいに抑えた方がいいということなのでちょっとねそれなんかよりすぐりのやつをちょっと選んでえー、ちょっと。 やっていこうかなと思っておりますくま本当にね僕ねあれもこれもやって全部中途半端な状態なんで本当にちょっとね、えー、そこも計算してうそういうことやと思うんですよちゃんとね計算して、えー、やらんと結局あれもこれもなって何もね身につかずに終わってしまうぞというねあれやと思うので、えー、とりあえずねちょっとやりたいことはいっぱいありますけどもちょっとその中でも、えー、よりすぐりのやつをやろうかなと思っておりますく えただね、僕はあの y o u t なんで <laughs>、どれをやろうかなって選んでるうちに新年度始まってしまって、結局何もやらまま終わってしまうという可能性もなきにしもあらずということなので、ねえー、皆さんもね、新年度なりますので、なんか新しいことに挑戦してはいかがでしょうか まあそんなこと言いながらね、えー、ある程度はこう決めてますので、ちょっと4月からちょっと新しいことを始めていこうと思っておりますので、えー、お楽しみということでございますく。というわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございますく。